Rallies。 皆さんこんばんは。ラリーズ編集部の山下です。2023年の全日学最終日、男女シングルス5回戦から決勝までが行われ、男女シングルス優勝者が決まりました。男子シングルスでは朝日大学の岡野選手が快進撃を見せ、自身初の個人タイトルを獲得しました。5回戦では愛工大名電の先輩である日本大学の小林選手を振り切り、準々決勝では愛工大名電の後輩である愛知工業大学の鈴木選手に 4-2 で勝利。準決勝では筑波大学の三浦選手との打撃戦に打ち勝ち、決勝では明治大学の宮川選手との左腕対決を制し、見事優勝となりました。愛工大名電高校時代には全日本ジュニア3位の実績を残しながら、篠塚選手、谷垣選手、浜田選手、鈴木選手ら厚い層に阻まれ、レギュラーとしては戦えなかった岡野選手が朝日大学でエースの自覚が芽生え、大学2年生でチャンピオンとなりました。岡野選手には試合後コメントをいただいています。おめでとうございます。優勝した今のお気持ちを教えてください。本当に実感なくてすごいびっくりしてるんですけど、とても嬉しい気持ちです。日本一っていつぶりとかって？自分自身個人タイトルは初めて、まあ狙ってはいたんですけど、本当にできるとは思っていなくて、とてもびっくりしてます。名電時代もこう全日本ジュニア3位になったけど、団体出れなかったりとか で朝日大に行ってもうかなり成長されてるなと思うんですけど、何か意識だったりその辺変わったところってありますか？高校時代はもう本当周りがみんな強かったんで、自分がやらなくても周りがやってくれるみたいな、多分そういう意識があったのかもしれないですけど、大学入ってやっぱりもう自分がエースっていう立場になって、本当に自分が勝たないとチーム勝てないっていう自覚というのが出て、そうですね、今回の優勝につながったかなと。そのエースの自覚が出て、プレーとかメンタルとか特にどう変わったなって感じますか？すごい今までより負けてても冷静で考えて一球一球プレーできるようになったかなと思います。どこがポイントだったとかってありますか？試合全体振り返ると、まあ、メンタル的に一番苦しかったのが3回戦の最高台の原井さんなんですけど、もう相手も振ったら入るみたいな状態で、もう途中まで何したらいいか分かんなかったんですけど、その試合をなんとか振り切ってなんとか勝ちにつなげることができたのと、その次の4回戦の法政大学の加藤さんの試合は3負けから挽回できて、本当にメンタル面が強くなったなと実感できました。なんか技術的にはどこが手応えあったとかありますか？レシーブですかね。今までフォアのレシーブが本当に下手で、チキータで結局回らないといけなくて相手に狙われるっていうのがよく今まであったんですけど、そこをずっと教えてもらってて、今大会でうまく出せたので本当に良かったなと思います。この優勝でこう誰かに感謝を伝えたいとか、そのお世話になったとか何かありますか？両親もそうなんですけど、本当に監督の米塚さん、奥さんの京さんには本当に感謝しないといけないなと思います。チームのみんなも本当にすごい支えてくれて、いっぱい練習もしてくれて、それが本当に優勝につながったので本当に感謝しきれないです。じゃあこの優勝を弾みに、まあ、今後もっと上を目指していくと思うんですけど、何か目標だったりあればお願いします。この優勝を糧に、まあ、これから全日本も優勝するぐらいの実力つけて、これからも一つ一つ頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。おめでとうございます。頑張ります。ありがとうございます。岡野選手、取材ご協力ありがとうございました。男子シングルスの最終結果は1位朝日大学岡野選手、2位明治大学宮川選手、ベスト4に筑波大学三浦選手と、同じくベスト4に専修大学阿部選手、ベスト8にはご覧の4選手が入り、ベスト16にはご覧の8選手が入りました。以上の16選手が男子シングルスランカーとなりました。女子シングルス結果、男女ダブルス結果なども後ほど公開予定ですので、チャンネル登録してお待ちください。それでは皆さんお待ちかねのプレー集のその前に少しお知らせです。
今卓球部に所属している大学3年生の方で、仕事も卓球も頑張りたい方に朗報です。ケアリッツ&パートナーズが卓球部に所属している学生の新卒採用エントリーを受け付けています。慶応義塾大学卓球部出身の宮本社長のもと、卓球経験者がマネジメント層にどんどん出世しています。エントリーするとオンラインでも開催される説明会に参加できますので、少しでも興味のある方は概要欄やコメント欄の採用ページからお気軽にエントリーしてみてください。それではプレー集をどうぞ。Go!
王者。Go!
rallies.